ブランケット、ブランケットとは、各融合炉の内壁を構成する装置の一つ。冷却、燃料生産、遮蔽の三つの機能を担う。高速増殖炉においても、燃料増殖と遮蔽のために置かれる、ウラン238の燃料棒のことを、ブランケット燃料と呼ぶ。プラズマ内で生じたエネルギーの80%は、高速中性子の形で炉壁に衝突してくる。 この高エネルギー粒子である高速中性子を受け止めて背後への漏れを防ぐとともにそのエネルギーを熱に変えて発電のエネルギーとするための主な老壁を構成する重要な装置である。同時にリチウム6を核変換して燃料となるミエ水素トリチウムを生産する機能を合わせ持ちことも計画されている。高速中性子は原子番号の大きな、つまりは 原子核が重く大きな元素の原子核には、相互作用をあまりせず、高速中性子自身と同程度の規模の粒子、つまり、原子番号が極めて小さく原子核が軽くご小さな元素の原子核に反応する傾向が強い。このため実際に高速中性子を主に受け止めるのは、ブランケットの支持構成材の原子核ではなく、ブランケット内を流れる。 高圧冷却水の水素原子や酸素原子と、下記の燃料生産で説明するリチウムの原子である。この高圧冷却水は、融合炉外部より冷却水循環系の配管や、ブランケット接続部を経由して、ブランケット内に導かれ、ブランケット内の曲がりくねった配管を流れる間に、周囲の高熱を冷やし、自身は熱を帯びる。高水圧に加圧されているため配管内では、 沸騰することなくやがて十分に周囲の熱を奪って、ブランケット接続部より冷却水循環系のキ路を通じて出ていく。この高圧高温の冷却水は、路外で直接かまたは一度熱交換器、蒸気発生器を通じて蒸気を発生させ、発電タービンを回して発電機を回転させ発電する。タービンを回した冷却水は複水器で水に戻されるか、または 設計によっては再び熱交換器、蒸気発生器に戻って加熱されて圧タービンを回してから複水器で水に戻される。複水器で十分に冷やされた冷却水は循環ポンプにより加圧されて冷却水循環系を通じて再び融合炉の冷却に向かう。この仕組みは水を高速中性子の減速剤として使いながら同時に冷却剤として利用する点で 現在の軽水炉型の原子炉と全く同じである。各融合炉の燃料として有力視されているのが重水素と見え水素である。重水素は自然水中に含まれる水素のうちの0.015%から抽出することでも生産が可能であるが、見え水素は自然界には検出限界程度の割合でしか存在せず抽出は不可能である。これらの事情から何らかの方法で、 ミエ水素を作らなければならない。リチウム6を中性子にさらすとヘリウム4とミエ水素の原子核が得られるので、ブランケット内に天然リチウム、リチウム6の天然存在比は約7.6%を置き、ヘリウム4とミエ水素のガスを発生させる。これを取り出して各融合炉の燃料として使用することが考えられている。最初の核融合ではおそらく各分裂炉で、 見重水素を生産しなければならないが、一度核融合での運転が軌道に乗れば、重水素とリチウムの供給だけで、見え水素の供給は必要がなくなる。また、一つの中性子をリチウムに当てて、核分裂させると中性子が二つ出てくるので、中性子が倍増できるためこのことも効率を良くする。さらに中性子を発生させて、エネルギー生産効率を高めるために、 それに適した元素による中性子増倍剤も検討されている。見重水素原子は他の小さな原子同様に多くの物質中に浸透、透過してゆくため、この放射性物質が見え水素ガス回収系の途中や冷却水、循環系に浸透した後で逃げ出したりしないように設計時に考慮する必要がある。また重水素、見重水素、ヘリウムの核原子、分子は 周辺部材に浸透することで、水素税化やヘリウム税化を引き起こすのでこれらのガスに、長期間さらされる力学的負荷の異部材は、高分子化合物等の被覆処理などの対応が必要となる。プラズマから発生する高エネルギー粒子の放射から、ブランケットの背後にある超電動電磁石や、各種センサー類、支持構造体などを守らなければならない。家電イオン粒子は、 ブランケット層で防げるが、中性子のすべてを遮蔽することは不可能である。できるだけ多くの中性子放射をブランケット層で遮蔽することで、その背後の機器類の劣化を防止でき、長期的には大量の放射性廃棄物の発生レベルを低く抑えることが可能となる。現在、ブランケットの構造や形態として考えられている一つの例として ITER、 国際熱核融合実験のように開発中のものについて説明する。核融合炉の内壁壁面にブランケットモジュールをタイル状にきっちりと並べたモジュール構造をとる。ITER では400個から700個程度のブランケットモジュールが下部のダイバータ部分を除く内壁一面を埋め尽くす。サイズ、幅2メートル、高さ1メートル。 厚さ約40から50センチメートル程度、3種類のモジュールがある。ブランケットモジュールは内部に2つの空間を備えた支持構造体で、リチウムの交換や金属の劣化などに対応するために、露壁から取り外して交換が可能な形態となる。プラズマ側の空間には、ベリリウムなどの中性子増倍剤をペブルと呼ばれる、微小球、直径1ミリメートル以下の形で収め、 プラズマから離れた側の空間には酸カリチウムなどのトリチウム増殖剤を軸ペブルで収める。いずれの空間にも隙間にヘリウムなどの不活性ガスを流し、また多くの冷却パイプを通わせ中に減速剤と冷却剤を兼ねる高圧水を流す。ブランケットの構造体や冷却パイプなどの部材は中性子に対して放射化やスウェリングの影響を受けにくい材質を選ぶ必要がある。 この構造体は強い磁場の中で強力な力を受けるので、力学的にも強固でなければならない。またこの構造体は高温の環境で機能しなければならないので、単に溶けないだけでなく大きな歪みや割れを生じてはならない。ブランケットモジュールのプラズマに直接接する面は第一壁と呼ばれ、最も激しい粒子線にさらされるため部材選択に関して、 重要な技術開発の対象である。冷却剤はブランケットを出た後で、熱エネルギーが発電のための使われ、十分に冷めた後で再びブランケットへ送られ再び、高温からブランケットを守る。冷却ガスは、見え水素回収計を経て、おそらく十分に冷めた後で再びブランケットへ送られる。ただし、実験炉である ITER では発電は行われないため、 熱エネルギーは大気中へ捨てられる。ブランケットには蒸気のように複数の機能を合わせ持つものもあれば、遮蔽ブランケット、増殖ブランケット、発電ブランケットと単機能のものも考えられている。ジョーズはその開発過程のテスト用のブランケットの概念を示したものである。ブランケットモジュールは内部のリチウムの交換や各融合炉の運転によって損傷を受けるため、 数年単位での定期的な交換が設計段階から予定されている。このためかきの点についての新たな技術開発が行われている。ブランケットには内部の熱を逃がすためや生成された未栄水素を回収するためにヘリウム系と冷却系という2系統の循環系の配管が接続される。配管内部の圧力が上昇しすぎた場合のためのタンクが 圧力にガし弁を介して接続される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。